大崎優太です、アルティール千葉、今年移籍して1年目になります。まあ、そうです。僕もそういう、まあ、チームの歯車としてやるのをすごく好むので、まあ、そういうあんまり派手にというか目立つとこじゃないとこで、まあ、選手に声をかけるとかちょっと泥臭いところを頑張るっていうプレーを僕は多いと思うので、ちょっと地味な部分が多いかなっていうのは思います。前のチームと違うところは、まあ、その明確なルールというかそういう細かい決まり事が、まあ、そこまでこうあるわけじゃなくて、オフェンスもディフェンスも選手の中での判断でいろいろできるっていうのが違うところかなと思います。その本当にみんな選手が頭いいですし、いろんなこうランダムに攻撃している中でいろんな動きを選手がこう考えてやってくれるチームなので、そこにまあ合わせようってずっとこうなっちゃってる部分があって、それがまあうまくいってない部分の一つなんですけど、そうですね、それでちょっと考えちゃってる部分はあるかもしれないですね。まあ、僕、まあ、ポイントガードちょっと歴は浅いんですけど、どっちかというとシューターでした。シュートをガンガン打つ選手でした。完全に点を取りに行くとか、まあ、ゴールまで行くっていう意識が多分強かったと思うので、それは今とちょっと違うのかなと思います。まあ、よく言われるのは自分でまず行きなさいっていうのは言われるので、自分で行った上で、まあ、行かないとディフェンスはずれないので、それがずれたからそこにカッティングする人がいて、またそこに違う人がヘルプに来るから、まあ、また違う人が開くとかっていう、こう理想的な動きはあるので、実際にこう一回行けただけでもこうそれだってこう言ってくれますし、こう行けた時は自信を与えてくれますし、そういう意味でやっぱりこう違うまたヘッドコーチとか環境でに自分の身を置くっていうのは、まあ、成長につながると思うので、まあ、そこでまた違う自分を見つけれたらいいなっていうのはあるので、まあ前の時よりもゴールに向かうっていう姿勢は、強くはなったかなとは思います。それができるできないはちょっと別ですけど、なんかそういう意識は格段に強くなったかなと思います。